フェアリー・バラクーダ。フェアリー・バラクーダは、フェアリー・アビエーション社で生産され、イギリス海軍の艦隊航空隊で運用された、環状来撃機である。副用の来撃機フェアリー・アルバコアと交代する、艦上来撃機として計画された。エンジンの適合に手間取り、主力の量産型マーク2が完成するのに約1年半かかってしまい、旧式のフェアリー・ソード・フィッシュとの交代も遅れた。 1937年に航空省から単用来撃機を求める COS24-37 に対して6つの提案があった。このうちフェアリーとスーパーマリンの設計案が選定され、それぞれに2機の試作機が注文された。フェアリーの試作機は1940年12月7日に初飛行した。バラクーダは全金属製構造の卵型胴体に 高翼配置の翼を持つ単容機であった。主脚は油圧作動の格納式で、車輪は主翼下に格納されたが、支柱は胴体側に格納された。オリンは露出し、アレスターフックより後部へ設置された。連接したタンデムの座席に3名の搭乗員を配した。最前席は後方へスライドするキャノピーで、後部の2名は側方へ開くヒンジーのキャノピーであった。 機体下方の視界を得るため、ナビゲーター席には窓ガラスを設けられた。主翼にはエアブレーキとしてダブルヤングマンフラップを備えていた。試作機の尾翼は従来の単尾翼であったが、試験飛行で T 字尾翼のような形状になるスタビライザーを取り付けことでより高い安定性が得られることが確認され、それは2機目の試作機で導入された。当初、バラクーダは エグゼエンジンを使用することを予定していた。試作機の試験を遅延させたことから、試作機にはマーリン30エンジンを搭載して初飛行した。しかし、設計後に加えられた追加装備の重量を生み、結果として量産型バラクーダマーク I は出力不足となった。マーク I はフェアリーとウェストランドで30機のみ製造され、試験と訓練に使われた。 より高出力なマーリン32を搭載したバラクーダマーク2は1688機が量産された。フェアリーのストックポート工場とリングウェイ工場で675機、ブラックバーンエアクラフトで700機、ボールトンポールで300機、ウェストランドエアクラフトで13機が製造された。マーク2はパイロットから強力なフラップを高評価され、良好な視界を確保できることも、 空母着艦を容易にさせた。マーク2は、翼状にヤギアンテナを搭載し、メートル波長 ASV レーダーも搭載した。対戦任務向けのマーク3は、後部胴体に ASV レーダーを格納した。マーク3は、フェアリーで406機、ボールトンポールで392機が生産された。マーク4は製図も残っていないが、マーク V では、マーリンエンジンを、 グリフォンエンジンへ換装された。グリフォンへの換装により出力とトルクの増加は様々な航空力学的な変更を必要とした。垂直尾翼は大型化され、翼面積を増して翼端は楕円形状にされた。1944年11月16日に初飛行したがヨーロッパ戦線の終結までに製造されたのは7機であった。バラクーダは全型で、 合計2607機が生産された。バラクーダは不可解な事故が高い確率で発生した。それらはベテランのパイロットでも起きた。1945年に油圧システムの液漏れが事故の起因であると判明した。この液漏れがエーテルを含みパイロットの顔面に紛失すると意識を失い事故に直結した。ほとんど酸素マスクを備えておらず。 3000メートル以下では必要もなかったことからめったづけていなかった。1945年5月末に海軍省から改善の要求が出された。バラクーダは1943年1月10日に第827飛行隊 A の部隊配備が運用開始である。全部で23個の飛行隊がバラクーダを装備したが、ほとんどが北、大西洋での紹介任務についた。 最初の攻撃任務は1943年7月にノルウェー沖で空母イラストリアスの第810飛行隊によって行われた。1943年にはアバランチ作戦を支援するため地中海に展開した。1944年からレーダーを装備したマーク3と併用され対戦紹介の任務に運用された。1943年に空軍はマーク 数を採用し、まず第五百六十七飛行隊が機種転換した。千九百四十四年には第六百六十七飛行隊、第六百七十九飛行隊、第六百九十一飛行隊が装備した。すべて千九百四十五年三月から七月にかけて退役した。バラクーダは急降下爆撃機としても使われ、ドイツの戦艦ティルピッツに対する大規模な 攻撃タングステン作戦で主力を担った。1944年4月3日、空母ビクトリアスと空母ヒューリアスから発進した42機のバラクーダは1機を撃墜されたものの14発の直撃弾を与えた。この攻撃でティルピッツは2ヶ月以上の間行動不能となった。1944年4月からイラストリアスの第827飛行隊が 日本軍に対する攻撃を始めた。バラクーダはスマトラのサバン空襲コックピット作戦に参加した。太平洋の高温環境に影響され、バラクーダの行動半径が30%も減り、イギリス太平洋艦隊の艦隊空母は TBF へ起地転換した。1945年6月にイギリス太平洋艦隊に加わった艦隊系空母は、 それぞれバラクーダ1個飛行隊とコルセア1個飛行隊を搭載しており、対日戦終結まで4個飛行隊がバラクーダを運用した。TBF と順次交代していったが、1950年代中期までイギリス海軍において運用された。今日、衝突したバラクーダ2機の残骸が残されているが、組み立てるのに必要な十分な部品がないため、バラクーダの展示は存在しない。 バラクーダマーク2楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。